すみま日本の選手です。ショートプログラム第3位、村上佳菜子選手です。18歳です。3年連続3度目の世界選手権です。昨年は5位でした。山田さんに気合を入れられてましたね。そうでしたね。彼女の思いっきりのいい演技っていうのは楽しみですけどね。そうですね、はい、サインはたまたま奇跡のようなものだということを言っていましたけれども、実力あると思いますね。はい、やっぱり力つけてますからね、はい、アストリッド・ピアソラのタンゴの3曲。インサイドになりましたね。トリプルループ、ちょっとランディングでバランス崩してますね。回転がちょっと足りませんね。レベル的にも4、いいステップですね。いやー、レイバックスピンは軸もしっかりしてますし、ポジションも良かったですね。間違いなくプラス2。最後のトリプルトーループでニコッと笑ってました ね。 そうでしたね。フライングシットスピン、日本の18歳、村上佳菜子選手でした。
ゃやったーっていう感じですけどね。そうでしたね。いやでもよくね、あの4分間最後までですね、エネルギッシュに滑りましたね、はい、あの前はねやっぱりどうしても後半になってくるとちょっと動きが小さくなったりしてましたけどね、やっぱ本当にこの何て言うんですか、1年で着実にやっぱり力をつけてますよね、はい、もう最後までスピードも落ちませんでしたしね、やっぱとても内容的にいい演技だったと思いますね。ただ惜しいのは、まあ、ジャンプの回転が足らなかったりエッジが変わったりとかっていうところですけど、やっぱりね一番良くなったなっていう感じさせるのはスピンですね、はい、スピンが本当にねスピードもありますし変化もきちんとしてますしね、レベル的に もうとてもいい評価を得るレベルのステップもそうですしね、うん、だからそういう意味でジャンプだけでない部分でもきちんと点が取れるようになりましたね。これ一番最初の方のルッツですけど ね、これ完全にやっぱりインサイドになってしまいましたね。時にはそうなんですよね、はい。まあ、これからの彼女の課題といえばですね、やっぱりジャンプの種類によって飛ぶ前にちょっと構えるような動きがあるんですね、はい、そういうところがなくなってきたらもうメダルを狙える力を持ってると思いますね。ですが5コンポーネンツの部分でもですね、かなり高い評価を得られるようになってきてますよね、まあ、音楽的な部分の表現やなんかもやっぱり彼女の持っている味が出てくるようになりましたからね。これタンゴなんかはっきりしてるから、一つずれるともうすぐに分かってしまうわけですよね、まあ、こういうところでジャンプの飛ぶ前のこのポジションっていうんですかね、構えっていうのがちょっと独特の構えなんですよね。そういうところがもう自然に入っていけるようになったらもうこれは文句なしになるんですけどね。でもよく頑張ってますね。そうですね、大きなミスはありませんでしたよね、はい、インターアレプ選手権ではメダリストになっています。やっぱりあれですね、この1年で全体のレベルは間違いなく上がってますよね、はい、得点が発表されます。大きく更新しました。 123.09 というシーズンベストを大きく更新したスコアとなっています。 60.98 と 62.11 です。そしてトータルでは 189.73 です。滑った中での第1位となっています。やっぱりなんていうんですか、ファイブコンポーネンツがね、エレメンツを上回るような点が取れたっていうのはこれはやっぱり大したものだと思いますね、うん、そうですね、もう8点台に近いところですよね、はいはい。